スタレの動画作るほどじゃないかなって思ったんで、このタイミングで回します。対戦よろしくお願いします。おい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 お前輝く時が来るんか。俺っちまだやれますよみたいな顔してますけど、そんなたわけた顔が 200Hz で通用すると思うなよ、マジで。さあ、パカリンチョ。おい、いらない。俺の連撃タイプを使うと思うなよ。俺はフルオートだぞと。で、からの、石スタレ。はい、ポーン。用途積もってる。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。おい、おい。本日はですね、こちらの、ヨダルラーハを採用していきたいなというふうに思うんですけど、95Hz がね、すげえいい感じなのよ。ちょっと今回は編成を紹介したいと思います。95Hz フルオートが、ヨダルラーハマジでね、覚醒してる感じがした。うん。最初まず、俺のすげえ、あ、これいいじゃんって思ったやつ見せたいんだけど、まあ、紙石の編成になっちゃうね。うん。ちょっと高めな編成なんだけど、後でちょっとマグナの編成も見せるわ。マグナもね、いけそうな予感がするんだよね。今回触る編成が、スパルタ、ヨダ、アニラ、ナルメアっていう感じ。95Hz の HP って大体約1.3億ぐらいなんだけど、これでね、いけたんよ。うん。武器編成バカタケース。はい。こんな感じ。バカバカバカ。で、召喚石もバカタケース。バカバカバカ。これで、ちょっと実際に、オールド牧人しばいてみるね。オールド牧人は、やっぱどうしても防御値が低いんだけど、防御値が、あんまり高くないから、ダメージが通りやすいんで、実戦だと少しどうなるかなっていう疑問こそあるんだけど、ダメージの最大値を見てほしい。まあ、大体どんぐらい入るか、火力さえ上がれば、ダンバフの攻撃バフさえ入ればとか、プラスとかしっかり振ればとか、じゃあ最大打点的にはこんぐらいは出るんですよ。いくよ。プルルルシカー。で、フルオートで、ゼロターンのアビリティを1ポチするようになったので、これで 1.3 億。すごくない？これですごくない？これでしばけるんですよ。ヨダルラーハって、CT0 のアビリティが、3個ついてるんだけど、まあ、それがね、毎ターン1個ポチってくれますよっていう仕様になったことによって、まあ、1アビを、ね、フルオートで使用するようになったんですよね。で、ワンターン討伐において、ヨダがね、マジで1ターンの打点高くなってる。この編成、こういう系統の 95Hz 編成って、もともとは結構こんな感じだったかな。うん。まあ、大体、二王将とかだった気がするね。二王将ナルメアとかで 95Hz ぶちしばいてた気がしたんだけど、そこら辺がね、結構新時代は、ヨダルラーハがね、覚醒してね、俺まだ覚醒あれだわ。バランスタイプだわ。え、ちょっと待って、これ。ヨダルラーハの覚醒バチコンバチ決めたら、おほほほほ。すごいね。火力もなんかもうちょっと、なんか厳選したらすごい感じになりそうですがな、おまんがなって感じなんですけど、うん、95Hz はね、まあ、こういう動きもできそう、うん、この動きだったら、まあ、例えばだけどアニラってアビリティポチんないんだよ。だから今スパルタで多神人、モロンラベ、ホプリテスで、ヨダルラーハは1アビで、ナルメアが1、3アビだから1、2、3、4、5、6、6ポチ1召喚で、今の動きができんの。すごいよね。6ポチ1召喚でこれできるんですよ。これめちゃくちゃすごくない？で、まあ、今の 1.3 億ギリチョンで、1.32 億とかだったっけ？古戦場の 95Hz。もうちょっと火力出さなきゃいけないんだけど、まあ、もうちょっと200万ダメージぐらい、うん、出したいときは、まあ、今、水着ベリアル。敵の特殊技食らうんで、まあ、水べりで対応するなり、まあ、落ちちゃうんだったらもうちょっと火力出したいっていう話なんだけど、火力出したい場合は、まあ、ここさっき見せたんだけど、小、おすすめ。小は、1、2アビをポチるような形にするんだけど、これしたら、もう火力バリコン、バギョン、バギョン、プルルしこうよ。これで、行くと、こっちの場合は、打点がめちゃくちゃ高くなるんで、装備がなくても大丈夫になってくる。まず見せるね。ホプリテス、ヨダ1アビ、小1アビ、小2アビ、ナルメア1、3。うん。
この状況でより火力を上げた構成のパンチをぶちかますと、はい、ヨダはおほほほほおほほほほいは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 い、今ので 1.38 億、まあ、だいたい 1.38 億か 1.39 億ぐらい出るんですよ。これめちゃくちゃすごいよね。パワーがさらに上がって打点的に結構ゆとりあるんですよ。結構な打点のゆとりがあるから、まあ、つまりはどういうことかっていうと、装備を多少削っても大丈夫なんだよね。まあ、今俺こんな感じでやってるけど、もうちょい装備削っても良さそうな感じしたよな。さらに、この編成のメリット、ショーを入れるメリットとしては、水着ティアマトが不要になります。さっき、アニラ入れた場合って、TA 確定がアニラしてなかったから、ちょっと TA 確定させるためには、アニラがニアビを打たなきゃいけない、みたいな動きになってたんですよ。うん。アニラがニアビを打ってストレングストリプルアタックでどうにかするみたいな。にしてもちょっとポチ効率悪いですよね。あんまりポチるにしても効率的には高くないなって感じなんだけど、ショーは1アビを押すと、TA が確定するんですよ。うん。1アビを押すと TA 確定、さらに2アビで全体バフっていう動きになるから、まあ、パワーも、待ってね。ショー自身のパワーも今2000万。アニラは何歩ぐらい？アニラ1600万か。うん。みたいな感じで、ショー自身もパワー溢れてるし、まあ、この構成だったら水着ティアなし、装備多少緩めでもどうにかできちゃうっていうような感じだね。うん。そんなわけで、ヨダがね、パワー高いんですよ。95Hz は、95Hz、ヨダ、ドコモじゃないかな？手動もヨダじゃない？パワーあるんだけど、どうなんでしょうね。ヨダいらないのかな？ナルメア水着コルワとかなのかな？ちょっとわかんないですけど、マジでパワーを感じたわ。ただ、ちょっとマグナでやろうとしてみたのね、この構成。うん。マグナで少しやろうとしてみたけど、まあ、リミ武器1、2本は必要かな？クラウソラスディオンなり、まあ、あと、この石杖武器5突とかでちょっと上限上げたりとか、うん。火力が少し足りないなーっていう感じになっちゃってて、こっちはね、マグナは、マグナでいけるとはあんまり言えなかった。ちょっとこの動き見せるわ。だいたいね、1.1 億ちょっとだったのね。もうちょっとダメージ伸ばすためにはどうしようかなーって悩んじゃう感じだったね。神石こそ少し必要かなーって思ったけど、まあ、やっぱね、なんか、95Hz が、ヨダルラーハによって更新されたなって感じはする。いくでいい？スポン、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 スポン。はい、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 はい。今ので 1.1 億ぐらい。まあ、2ターン殴れば終わるかな。うん。2ターン殴れば終わる感じになってるから、まあ、こっちも、マグナ編成はマグナ編成でなんかありだよな。まあ、プラスとかがっつり振るにしても、敵の防御値があるんで、まあ、もうちょっと抜かなきゃいけないけど。ヨダはね、本当に新時代な感じがするわ。ってことで、まあ、インターバル中ですが、95Hz は、今俺これで考えてますっていう、そんな動画でした。最後までありがとうございます。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。